S, S 期は DNA の複製が行われる細胞周期の期間であり G1 期と G2 期の間の期間である。細胞分裂が正常に完了するためにはゲノムの正確な複製が重要であり、そのため S 期に起こる過程は緊密に調節されており、広く保存されている。S 期への進行は G1 期の R10 によって制御されており、適切な栄養素と成長シグナルが存在している。 場合には、細胞は、細胞周期の残りの期間の進行に従事する。この移行は、本質的には不可逆的で、R 点を通過した後は、環境条件が不都合なものとなっても S 期への進行が行われる。したがって、S 期への進行は迅速で一方向的な、細胞状態の繊維を促進する分子経路によって制御されている。例えば酵母では、 細胞成長によって CLN3 サイクリンの蓄積が誘導され CLN3 はサイクリン依存性キナーゼ CDC28 と複合体を形成する CLN3CDC28 複合体は転写のリプレッサー w e e g を不活性化することによって S キー電子の転写を促進する S キー電子のアップレギュレーションによって w e e はさらに抑制され S, S キー電子の十分な発言を行うポジティブフィードバックループが形成される。哺乳類の細胞でも極めて類似した調節経路が存在する。G1 期を通じて分裂促進因子のシグナルによってサイクリン D が徐々に蓄積し、サイクリン D は CDK46 と複合体を形成する。活性型となったサイクリン DCDK46 複合体は 転写因子 E2 階の乖りを促進し S キー電子の発現が開始される E2 階によって調節される S キー電子の一部によって E2 階の乖りがさらに促進され酵母のものと類似したポジティブフィードバックループが形成される M 期と G1 期を通じてゲノム中に存在する複製起点で不活性型の複製前複合体が組み立てられる S の間 細胞はプレ RC を活性型の複製フォークに変換し DNA 複製を開始する。この過程は CDC7 や様々な S 期、CDK の機能合ゼ活性に依存しており、これらは S 期の開始ともにアップレギュレーションされる。プレ RC の活性化は緊密に調節された蓄字的過程である。CDC7 と S 期、CDK が それぞれの基質をリン酸化した後、2番目のセットとなる複製因子がプレ RC に結合する。安定な結合によって MCM ヘリカーゼの活性が促進され、DNA の短い領域が2つの1本腐り、DNAA と巻き戻される。そこへ1本腐り DNA 結合タンパク質の複製タンパク質 A がリクルートされる。RPA のリクルート後、 複製フォークのプライミング、複製を行う DNA ポリメラーゼとピークなスライディングクランプのローディングが行われる。これらの因子のローディングによって複製フォークの活性化が完了し、新たな DNA 合成が開始される。複製フォークの組み立ての完了と活性化は複製起点の一部でしか起こらない。深刻生物は DNA 複製の一サイクルに厳密に必要と、 される数よりも多くの複製基点を有している。この複製基点の冗長性は DNA 複製過程の柔軟性を増大させ DNA 合成速度の調節や複製ストレスへの応答を可能にしている。新たに合成された DNA が適切に機能するためにはヌクレオソームを形成する必要があり、そのため典型的なヒストンタンパク質の合成が DNA 複製とともに行われる。 S 機の初期に、サイクリン ECDK2 複合体は、ヒストン遺伝子の転写のコア,アクチベーターであるンパッドを、リン酸化する。ンパッドはリン酸化によって活性化され、チップ60クロマチンリモデリング複合体を、ヒストン遺伝子のプロモーターへリクルートする。チップ60の活性によって、転写阻害的なクロマチン構造が除去され、転写率は3倍から10倍増加する。 ヒストン遺伝子の転写の増大に加えてヒストンの酸性は RNA レベルでも調節される。典型的ヒストンの転写産物はポリアデニルカテールが付加される代わりに3末端にステムループモチーフを持っておりそこへステムループ結合タンパク質が選択的に結合する。SLBP はヒストンメッセンジャー RNA への効率的なプロセッシング、格外輸送。 翻訳に必要であり、極めて感受性の高い生、科学的なスイッチとして機能する。S キの間、SLBP の蓄積は、ムパットととともに、ヒストンの酸性効率を劇的に上昇させる。しかし S キが集結すると、SLBP とその結合 RNA の双方が、速やかに分解される。これによって、ヒストン酸性は即座に休止し、 有害なユーリヒストンの蓄積が防止される。複製フォークの後方でのコア H3、H4 ヌクレオソームの保存的再構築。S 期の間に生み出されたユーリヒストンは、速やかに新たなヌクレオソームへと組み込まれる。この過程は複製フォークと緊密に結びつけられており、複製複合体の前方と後方で、ヌクレオソームの解体と再構築が即座に行われる。 リーディング差に沿った MCM ヘリカーゼの移動によって、お安さに存在するヌクレオソーム8両体が破壊され、H3H4 と H2AH2 バイトのサブユニットへと乖りする。複製フォークの後方でのヌクレオソームの再構築は、複製タンパク質と緩く結合したクロマチン構築因子によって行われる。完全には理解されていないものの、ヌクレオソームの再構築は、 DNA 複製のような半保存的複製ではなく、主に保存的な再構築が行われていることが、ラベリング実験からは示されている。すなわち、H3H4 コアヌクレオソームは新たに、合成された H3H4 とは、完全に隔離されたままであり、古い H3H4 のみを含むヌクレオソームか、新しい H3H4 のみを含むヌクレオソームの、 いずれかが形成される。古いヒストンと新しいヒストンは各、娘さに準ランダム化されて割り当てられ、ヒストンの調節的就職は両方の娘さえ等しく分割されて継承される。複製の直後は、娘染色分体には親染色分体に存在していたエピジェネティックな就職の半分しか継承されない。細胞は優位と分裂に入る前に、 この部分的な指示のセットを利用して機能的なクロマチンドメインを再構築しなければならない。大きなゲノム領域に関しては古い H3H4 ヌクレオソームの継承によってクロマチンドメインを正確に再構築することができる。PRC2 や他のいくつかのヒストン、就職複合体は古いヒストンに存在する就職を新しいヒストンへコピーすることができる。この過程で エピジェネティックな標識は増幅され、複製に伴う希釈を克服することができる。しかしながら、個々の遺伝子サイズに匹敵するような小さなドメインに関しては、古いヌクレオソームはあまりにも拡散してしまうため、ヒストンの収縮を正確に伝播することができない。このような領域では、おそらくヌクレオソームの再構築の過程でのヒストンバリアントの組み込みによって、 クロマチン構造が制御されていると考えられている。ヒストンバリアント H3.3、H2AZ の存在と活発な転写が行われている領域には緊密な相関があり、このことはこの機構を支持してはいるものの、その因果関係は示されていない。S 期を通じて細胞は絶えず、ゲノムの異常を精査している。DNA 損傷を検出すると、3つの S キチェックポイント経路の活性化が誘導され、細胞周期の進行が遅延するか停止する。レプリケーションチェックポイントは、RPA、トリプ、ラジアン17からのシグナルを統合し、複製フォークの進行の停止を検出する。活性化に伴って、複製チェックポイントは、ヌクレオチドの生合成をアップレギュレーションし、活性化されていない複製起点からの複製開始を防ぐ。 これらの経路の双方が利用可能な DNTP の量を増加させ停止した複製フォークのレスキューに寄与する。SM チェックポイントはゲノム全体の複製が完了するまでアリート分裂の開始を防ぐ。この経路は細胞周期を通じて徐々に蓄積しアリート分裂の開始を促進するサイクリン BCDK1 複合体を阻害することで細胞周期の停止を誘導する。 イントラ、S フェーズチェックポイントは、ATR や ATM キナーゼの活性化を介して、DNA の日本差切断を検出する。DNA 修復の促進に加えて、活性型の ATR と ATM は、CDK の阻害的なリン酸化を除去するホスファターゼで、ある CDC25A の分解を促進することで、細胞周期の進行を停止させる。 DNA の日本左折団の正確な修復を行う過程である騒動組み換えは S 期に最も活発になり G2、M 期には低下し G1 期になるとほとんど行われない。これらの典型的なチェックポイントに加えてヒストンの供給やヌクレオソームの組み立ての異常も S 期の進行に変化を与えることが近年示唆されている。症状バえドローサーファラの細胞で有利ヒストンを 除去すると S 期が劇的に延長し G2 期で高級的に停止する。この独特な停止表現型に典型的な DNA 損傷経路の活性化は関係しておらず、ヌクレオソームの組み立てとヒストンの供給は新たな S キチェックポイントによって精査されている可能性が示唆される。ありがとうございます。